Unity の安原です今回はですねユニティー・アズ・ア・ライブラリこれはですねユニティ y の2019.3から入った機能でユニティ s アズ・ア・ライブラリですからユニティ y をライブラリーとして扱うということになります。 どういうことなのかこのライブラリって言葉何なのかライブラリってのはもちろん図書館っていう名前意味があるんですけどもライブラリ、プログラミングの文脈だとちょっと特殊な意味になります。まず皆さんが作るアプリケーションがあったとしましょう。こんな感じで。はい。で、中はまあ複雑になってますよね。いろんな関数があって。で、このアプリケーションを起動するのは オペレーションシステムというのがあるんですね。Windows だとか Mac だとか iOS だとか Android とかありますよね。このオペレーションシステムがこのアプリケーションを起動するときに最初に実行してほしいポイント。これをエントリーポイントと呼ぶんですけども、それを持っているのがアプリケーションなわけです。ここからいろんな関数を読んでいくと。 で、アプリケーションの中っていうのは、いろんな機能が、塊として、まあ、作る過程であるわけですね。物理シミュレーションのモジュールだったり、AI だったり、いろいろ機能を使っていくじゃないですか。この、塊を、ライブラリーと呼ぶわけです。じゃあ、ユニティをライブラリで使う、どういうことなのか。この、アプリケーションが、 ユニティ製だったとしましょう。そうすると、このユニティ製のアプリケーションはエントリーポイントを持っている。で、ユニティじゃないアプリケーションを、例えば、作ってみたとしましょう。当然、これもエントリーポイントを持っている。ここで、この機能を使うと、このユニティで作った んじゃなないいアプリケーションからを呼び出せるるととうことになるわけです結構これすごい機能だと思うんですけどもまだピンとこない方がいるかもしれませんこのユニティを使う使わない何が違うのかちょっと見てみましょうユニティのアプリケーションはこれ基本的にゲームに特化されているわけですね なので、マイフレーム画面を更新します。操作していようといまいと、物が止まっていてすらも画面はマイフレーム更新されていくわけです。それに対して一般的なアプリ、ユ i ティを使ってないアプリっていうのはだいたいこうなるんですけども、イベントで駆動するわけですね。タッチしたりフリックしたりするときに何かが呼ばれて、えー、反応するということになります。で、さらに、描画に OS の機能を使用できるんですね。 それはどういうことかっていうと、例えばコピペみたいなことができます。Unity でテキストを表示するのはもちろんできます。でもそこをコピペしようと思ったら結構大変というか、OS の機能を使おうと思うとかなり難しいことになってくるんですけども、こういうことができるので、組み合わせるメリットってやっぱりあるんですよね。もしくは、 複雑な UI を作ってみたいということもあるかもしれません。もちろん Unity でもできます。なんですけども、OS にもともとついてる機能で作りたいということもあると思うんですね。そういう時に組み合わせることが便利になってくるわけです。で、具体的にどんな便利な例があるかというと、まあ一番思いつくのは AR アプリなんじゃないでしょうか。AR アプリ、AR カメラ。そういったアプリを Unity 簡単に作れます。なんですけども、作ると、 起動したときに、もう Unity から始まるわけですよ。ところが、この Unity as a Library を使うと、起動したときは、何の変定をつもない普通のアプリなんだけども、ある部分で Unity の AR を、AR カメラを呼び出せる。で、終了させられる。という、すごく便利な機能になってくるかなと思います。はい。 ここまでは Unity as a Library の紹介でした。ここからは実演をやっていきます。試しに iOS で今回はやってみます。で、えー、2つの、二つのモジュールをくっつけるところが、あそう作業の主なところになるんですけども、えー、ここにですね、ネイティブ iOS アップっていう名前が出てきます。これが、 この部分のことです。で、これは普通に Unity でビルドしたものです。はい。それじゃあ見ていきましょう。はい。GitHub でですね、UAL Example っていうのが Unity Technologies のところにあるんですね。それをダウンロードしてください。そうすると、こんなものが落としてこれるかと思います。こんな感じです。はい。で、これが準備で、まあ皆さんが 作っているプロジェクトを用意してください。2019.3以降のプロジェクトです。今回はですね、こういうキューブがたくさん動いているような、これドッツなんですけども、ドッツかどうかは関係ないですね。はい。なんでもいいので、えー、プロジェクトを用意してください。それを Unity as a Library で呼び出すということをやってみましょう。で、先ほど落としてきたところの中に Unity Project っていうのがあります。これ Unity のサンプルプロジェクトなんですけども、ここの一部だけ使います。 プラグインス、この部分だけを皆さんのプロジェクトにコピってください。はい。コピった。はい。そうすると、ここに Android と iOS 出てきますけども、iOS の方にネイティブコールプロキシーっていうのができて、はい。こういうふうに Android の方もちゃんとできてますね。はい。これで準備 OK。そしたら、iOS の方をビルドしましょう。 iOS ビルドって名前にしましょうか。はい。それじゃあビルドしてください。ここ何でもいいです。ビルドをして。はい。終了しました。そしたら、次は、この iOS ビルドがあるところに新規フォルダを作りましょう。UAAL っていう、まあ、ここで何でもいいんですけども、えー、空のフォルダを作りました。はい。空っぽです。ここにですね、 先ほど GitHub からダウンロードしてきたネイティブ iOS アップ。まあ3つあるんで3つともでいいですね。3つともコピーしちゃいましょう。で、今回使うのはネイティブ iOS アップの方です。はい、これの X コードをダブルクリックすると X コードが開きます。はい、そしたらここで、えー、ニュー ワークスペースで新しいワークスペースを作ってください。名前はですね、えー、何でもいいんですけども、二つ組み合わせるんで、ボスにしましょうか。はい、ボスにして、そしてちょっとトリッキーなんですけども、先ほど開いたばかりのネイティブ iOS アップの方を閉じます。閉じました。で、閉じたネイティブ iOS アップをこのボスのワークスペースに足します。add files。ありますね。はい。足します。えい、足されました。そしてもう一個、足します。 これが先ほどビルドしたばかりの iOS ビルドの下にある Unity iPhone X Code プロジェクトになります。はい、足します。はい、2つ足しました。この2つをくっつける作業をこれからやります。Native iOS の方をクリックして、はい。General のタグから下にですね、フレームワークライブラリー a r i e ン and e m ント d d っていうのがあるんですね。はい。ここの プラスボタンを押して、はい、えー、Unity Framework というのを足します。足しました。足されましたね。はい、次に、今度は Unity iPhone の方を動いて、Libraries の下にですね、プラグインズってあります。iOS。これ、先ほど Unity の方にコピーした2つのファイルあったんですね。これなんですね。それを、えー、ターゲットメンバーシップのところを Unity Framework これをチェックして、プロジェクトをパブリックにします。はい、OK。そして、えー、もう一個ですね、データっていうものがあります。データ。このデータフォルダーの属性、えー、やはりターゲットメンバーシップなんですけども、これを Unity フレームワークの方に変えます。はい、これで完成なんですけども、もう一個おまけでやっておきましょう。これをやっておくと、UnityiPhone プロジェクトだけビルドしても動くようになるので、やっといて損はないです。 このメイン関数の中にですね、えー、まあこの通りに書くんですけども、セットデータバンドル ID っていうのをこういうふうに設定します。はい。はいあたはい。こんな感じ。これで完成です。さあ、ビルドしましょう。結構簡単だったような気がしませんかそんなに難しくはないんですね。Android の方はもう少し実は簡単だったりします。 はい。というわけで、動いたものを見てみましょう。こんな感じになります。はい。起動すると、Unity じゃないものが起動しました。これがネイティブ iOS App です。はい。イニットを押した。ここで Unity が起動しました。で、アンロードできます。アンロードしました。また、呼び出すこともできる。最初から始まります。で、えー、終わらせずに戻ることもできますね。はい。 という感じでユニティじゃないものを起動してユニティを起動できるっていう結構まあ大きな変化だと思うんですけどもすごい可能性が広がるんじゃないでしょうか面白いことが考えつくかもしれません。はい、というわけでユニティア l アライブラリの説明でした。